はいはい、こんにちは、アリアです。ゴッドイーター3第4回かな。やっていきましょうね。新しい船に来てね、主人公力を見せつけたのが前回でしたと。今回はね、どうなるんですかね。全く見てないから楽しみですね。行きましょう。こんなでかい図体の船を動かす。一体どれだけの燃料が必要なんだ。意外とないんじゃないかな。感応レーダーってのはすごいもんだなと。ミッション開始前からあれだけの情報があれば、戦う俺たちは随分楽ができる。へえ、お帰りってさ。おお、マジでやばい。ね、かっこよかったよね。ちょっと内股なのが気になったけど、まあ、あとは100点満点じゃないですか。感応レーダーとの連動テストは十分に行いました。システムの最適化は残されていますが、あとはお任せくださいと。10分？ああ。どちら様？はじめまして。僕の名前はフェイス。行商人だよ。別にいらねえや。まだね、必要な時期じゃないから。ね、ここ行き止まり？マジか。出ようか。ああ、あんじゃん、あんじゃん。ラッキーラッキー。別に用事には。よいしょ、よいしょ、よいしょ。すごく綺麗な人が歩いていたの。顔はムスッとしていたけど、それも様になってて。ラボラトリー深くの方に行ったのかな。綺麗だったな。見に行きましょう。先にね、寄り道しようかな。痛い痛い痛い。ベル鳴らないんだね。随分な悪い環境にいましたからね。荷物こんなの転がってたっけ？あるか、こっち側も。あ、猫だ。猫。不便はない、ないです。要望があったら言ってちょうだい。コストのかからない範囲で何とかしてくれるんですね。OK です。気にかけてあげますね。行きましょう、行きましょう。ムスッとしてた綺麗な人に会いに行きましょう。ショットガン？何か。キャラバンにグレイプにいる所属のゴッドイーターがいるってことはよくあることなのかって疑問に思ってさ。もしかしてその後ろの積み荷を守ってるとか。ここから先はグレイプにいるの管轄エリアです。立ち入りは許可できません。ってことはやっぱりその積み荷はグレイプにいるの依頼品ってところか。おお、おい、おい、大丈夫か？幼女が見えました。あんた、名前は？はい、アングル。グレープにいる第6機械化大隊特別輸送管理連隊所属、クレア・ビクトリアスです。俺はユーゴ・ペニー・ウォート。なんて呼んでくれてもいい。オーナーから聞いています。航路の開拓に力を貸してくれるとか。
あなた方の働きに敬意を表します。ですが無用に歩き回ることは感心しませんね。我々は特別扱いをしません。お堅いこって与えられた仕事に取り組んでいるだけです。戦闘で一緒になった際はよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうやら仲良くやれそうだな。よろしくな、クレア。ナンパかな。いやー、随分な格好でしたね。普通に服着ればいいのにね。まあゲームですからね。あいつももしかしたら初めての大役を背負わされてるのかもしれないな。ちょっと意地悪しすぎたかもしんねえな。そうだよ、グレイプニーの本部があるアローヘッド。召喚できそう。クリーサンセマムへ戻った後は再びアローヘッドを目指すことになっている。ほうほうほう、それはどうかな。行くことになるんじゃない。クリーサンセマムによってアローヘッド行くと。なるほどね。航路900ミッションへと移ります。かっこいいですね。お願いします。ランク2クリアリング2。名前が思い出せないな。なんだっけ、あのヘラクレスオオカブトみたいな虫、なんとかかんとか。お、いいね。なんか、あ、鶏みたい。やべ、バースト切れちゃう。切れちゃった。お、来た。なんか上半身いった。上半身かっこいいのに下半身ダサいっすね。上半身超かっこいいじゃん。足が貧相でござるな。ねば、おお、頭に羽ついてる。全然破壊できないな。まあレイガン楽しいけど強くはないな。やっぱスナイパーとかが強いのかな。行ったね。スタミナだいぶ食うようになったな。なんかそんなことなかった。溶けちゃう。スタミナ切れちゃった。本末転倒ですね。
周囲の安全が確認されました。素晴らしい働きでしたよ。これくらいお前がいれば当然か。かっこいいね君。簡単だったな。気分よく戻れるな。それでは今日もお疲れ。お疲れ様でした。ずいぶん待った割に始まってみれば思いのほかあっさりだ。何の話ですか？今の俺たちのこの状況のことさ。前に話したこと覚えてるか？俺たちはあの牢獄でじっと耐えてついに外に出ることができた。はあ、ははあ、でここで最初の問題発生だ。じゃあ外に出て俺たちがやるべきことは一体何だ？金儲け、人助け。怖っ、怖っ。まあそうだよな。俺はずっと心に決めてたことがある。ここから先は実力の世界だ。とにかく稼いで自由を買い取るんだよ。正解だったわ。いいと思う。目標は必要だ。悪くないね。いいんじゃない？だろ。そして俺たちの港を作るんだ。あは、全員で助け合ってお互いの夢を支える、そんな港を。けどそのためには絶対にお前が必要だ。俺の夢に乗ってくれるか？即答で受け入れる。黙って名付け笑って返す。即答じゃなかったけどね。サンキューな。本当ありがとな。よし、ガキどもに伝えてくるか。怯える必要なんて全然ないってな。今は嘘ってことになるかもしれねえけどよ、いつか本当にしまえばいい。これでお前共犯確定だからな。よろしく頼むぜ。目標は港を持つこと、そして帰る場所はないと。戻る場所はもうない。たどり着く場所ならある。どっかで聞いたことありますね。ね、最後火星の王エンドにならなきゃいいんですけど、まあね、今回はまだ関係ないでしょう。やれ、新キャラ来たし、可愛いし、受付の子も可愛いし、ゲームは楽しいし、神ゲーかよ。それじゃあお疲れ様。